こんにちは。今日も心理学のお話をしていきます。難しいことにチャレンジする際に混乱とか不安を感じるっていうのは、それはうまくいっている証拠ですよ、安心してくださいっていうお話になります。で、来年に向けていろいろと目標とかをこう着々と準備を進めて、年明けからこういうことにやってみようとか、新しいこと始めてみようっていうことを、結構計画を立てている時期かと思います。ね、年末ってそういう時期ですからね。で、そんな中で今までいろいろとチャレンジをしてきたけど、なんかやっぱりうまくいかなかったなっていうケース、ほとんどの人があると思うんですよ。僕自身もそうですし、周りで聞いててもそうだったりするんですよね。で、そんな中、例えばちょっと難しいことにチャレンジをしてて、何も頭に入ってこない、例えば本読んでて、難解の本読んでて、いや、なんか頭に全然入ってこないなとか、もう諦めようかなっていうような状態ってあったりすると思うんですよね。で、そんな中で実はその混乱、これ理解できてる、これ結局何が言いたいんや、全然分かれへんなっていう混乱とか、これ自分理解できてるんかな、大丈夫かなっていう不安っていうのを覚えているっていうのは、実は成長している証拠、うまくいっている証拠なんですぜっていう実験結果が出ましたんで、それを今日はご紹介をしていきたいと思います。これはとある学生たちを対象にした実験 で参加者を2つのグループに分けて、1つは混乱グループ、1つは普通グループっていうので、1つ目の混乱グループっていうのは、あえて矛盾した情報とか間違った実験の方法っていうのを見せながら、科学的な推論を学ばせるっていうグループです。それから普通グループっていうのは、もう成果からきちんと整理された学習ステップをこなしながら、科学的な推論を学んでもらうという、そういうグループに分けました。で、その両方のグループに終わった後に全員テストをしてもらったところ、わざと混乱をさせられたグループの方が問題点を早く見つけるスピードっていうのが高かったりとか、学んだ知識っていうのを正しく使えるようになっていたんですよね。でたらめ教えられたのにいけたのっていう話なんですけど、研究者の人たちの話によるとですね、混乱を適切に使うことによって学習がよりうまくいくことっていうのが分かったと。で、学習者は混乱を解決しようとしてより情報を深く処理していくからっていうことなんですね。つまり何が言いたいかっていうと、3つあって3段階に分かれてまして、1つ目は難しい内容にぶち当たっていくと混乱とか不安っていうのが、当然感じてしまうという。それから2つ目に、その混乱とか不安を解決しようとするために何か手段はないかっていうふうに頑張ろうとするんですね。で、その頑張った結果、もっと深く情報を掘り下げていくことによって、あ、こういった解決手段があるな、ああいった解決手段があるなっていう現象が起きていくんですよ。だから逆に言うと、混乱とか不安がない状態でスーッて流してしまうような取り組みをしているっていうのは、自分のレベルに見合ってないか、そもそも必要のないことを間違ってやってしまっているっていうことが言えるという、そういう可能性があるということなんですね。だから皆さん自身がこれにチャレンジして大丈夫なのかなっていうのは、実はクリエイティビティを発達させていくためには必要なことを出すんで、そこで諦めてしまうと結局何も浮かばないまま終わってしまうんで、もう一歩踏み込んで頑張ってみましょうっていうのが言える話になります。とはいえ、意図的に自分を混乱させるっていうのも、これは良くないんですよね。で、もう一つ大事なのは生産的に混乱させることということで、だから何の希望もなく、ただただ混乱しようと、もう自分のそのジャンルと関係ないものを勉強したりとか、ジャンル立てて目標を立てて頑張ろうとかってしてしまうと、もう全く何の生産性も上がらず、クリエイティビティも発揮されず、ただただ迷って苦しんで終わり以上っていう風になってしまいますんで、注意しましょうということです。だから全く意味がわからないっていうようなものにチャレンジする、全く役に立たないっていうものにチャレンジするっていうレベルまでいってしまうと、さすがにダメなんですけれども、ある程度難しい内容で自分の理解が追いつける部分と追いつかない部分とっていうのが混在しているものにチャレンジするっていうのは非常に大事だということが言えます。で、それが学習がうまくいっている証拠だと。だからよく言われるのが、本なんかでも2、3割くらい自分の知識で理解ができて、7、8割くらいが理解できないもの、あるいは5対5くらいで理解できる理解できないくらいの本を読むのが、自分の知識の幅っていうのをまた広げてくれるっていうのにすごくいい本だっていうことが言われたりしてますんで、そういうものですね。もう全く1割も理解できないような難しい本をチャレンジしてしまっても、読むだけ苦痛になったりしてしまいますんで、そうならないようにしていただけたらと思います。ですから結論、何が言いたいかっていうと、皆さんが 年始からこういうことをチャレンジしたいなとか、ああいう勉強を始めていきたいなって思うものがあれば、ある程度自分の
手の届く範囲のところから始めて、ある程度もがき苦しむようなものをやっていく方が、実は混乱や不安っていうものが発生することによって、より自分の行動量とか深掘るための、知識や知恵っていうのが働きますよっていうことが言えるという、そんなお話でした。ということでですね、年始からいろんな目標を立てて、これ頑張ろうかな、あれ頑張ろうかなって心機一転やろうと思われているかと思いますんで、ちょっと背伸びした目標を立ててみるっていうのが大事ですよということです。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。